1979年に新潮社から刊行された五木寛之の小説。これを原作とするテレビドラマが同年に放送された。五木は自ら主題歌、愛の水中下の作詞を手掛け、主演の松坂慶子が歌った、この楽曲は大ヒットとなった。他各種電子書籍など、TBS、木曜ザ枠で1979年7月12日から10月4日まで、全13回で放送された。このドラマでは、理恵役の松坂慶子が、バニーガールの衣装で登場し、番組の原作の五木が作詞した、主題歌、愛の水中下を自ら歌唱。松坂自身も女優として、また歌手としても最もブレイクした作品とも言われた。主題歌は、俺たちひょうきん族のコントや、とんねるずの皆さんのおかげですの、ホモを、たぼけ男コントや愛花工業、ミスタードーナツ等の CM で替え歌として使用され、話題となった。また、同系2012年7月2日放送の、なにわ少年探偵団の第1回でも竹内妙子役の松坂が自らハモる件があった。森下理恵は堅実な速記者として母、和江と妹、美恵との3人暮らしの生計を立てていた。ある日の午後、家に西条という男が美恵を連れてやってくる。美恵は銀座の画廊に飾られていたボーフの作品をナイフで引き裂いてしまったのだという。ボーフは龍崎健之介という著名な画家で、森下家はその愛人と忘れがたみの二人の娘による家族だった。結果的にこれにより森下家は500万円相当の弁済を強いられることとなってしまう。これを聞いた理恵は混乱し、なんとか弁済の件は後日改めて話し合うことにしたものの、当日夕からの業界紙の対談の取材に遅刻してしまう。これにより対談者の大物を怒らせハレンチな行為を受けた挙句、テープと速記メモを帰りのタクシーに置き忘れ、紛失してしまうという大失態を演じる。これを知った速記依頼者である紺野達也は激怒するが、セクト上がりで悪を悪と思わない紺野は、理恵の記憶を頼りにしながら、その対談を完成させるという荒行に出る。これをきっかけに理恵は紺野に魅力を感じるが、この際に不用意に付け加えた文言が元で、紺野は闇の筋から追われ、昼夜逃げ回る生活を余儀なくされる。これらの傍らで、理恵は絵画の弁済方法を西条と相談するが、知り合いの高級クラブでのドールシップという名のバニーガール姿のコーラスガールとしての仕事を紹介してもらう。ママは理恵の隠れた才能に目をつけ、理恵という名で仕事を始めさせる。理恵はたちまち頭角を現し、店は大繁盛となる。そうして軌道に乗ったかに思われた理恵の二つの仕事だったが、ある日 VIP 客として店に現れたのが、先日の対談で理恵にハレンチに及んだ鬼島と鍋沢だった。以来鬼島は連日のように来店し、理恵を指名してはべらすよう命令する一方、高価なプレゼント構成をかけてくる。ママから鬼島から理恵を世話しろと言われて弱っていると、こぼされる西条。暴力団などではなく銀行等を使って締め上げる方式だけに、西条も頭を抱える。ある日、紺野がやつれ果てて、森下家にやってくる。子供のように頼りなくすがるような目で、理恵に頼み事をしようと思案し、言い出しかねている模様。理恵は、現行紛失事件の責任は自分にあるのだからと、紺野を促す。紺野は逃亡に疲れ果て、理恵が鬼島のお気に入りであることを知り、口添えを頼みたいと思ったのだったが撤回する。理恵は紺野のことが本当は好きなのかもしれないと言い、黙ってキスをする。紺野はこれで生きていく勇気が少し出たと言いながら去っていく。数日後、店でママから自分の代わりに鬼島と食事を共にしてほしいと言われ、理恵は応じる。食事の場で、鬼島から一夜でいいから、自分のものにならないかと口説かれる理恵。理恵は紺野が好きであること、紺野を自由にしてほしいことを願い出るが、一方的な願いは聞かない主義だと言われ、ワインを煽って、交渉に応じる。その場で秘書に、紺野を自由にするよう指示をする鬼島。理恵は自宅に今夜は帰らない旨の電話を入れる。電話に出た美恵は、今野から言いつかったと連絡先の電話番号を伝える。今野に電話をする理恵。もう逃げなくていいという電話があったがどういうことなのか。一体何をしたと詰め寄る今野。自分の意思でやったことだから心配しないでと電話を置く、理恵。二人を乗せたベンツは、鬼島の箱根の別荘へと向かっていく。東名を厚木で降りたあたりで尾行するオートバイに気づく秘書。車を止めて先行させるが、オートバイも止まる。追ってきたのは今野だった。今野は鬼島に、理恵を解放しないと鬼島と鍋沢の政財界のあらゆるスキャンダルが表に出る手はずになっていると脅す。拳銃で撃とうとする秘書にやれるものならやってみろ。所詮損得でしか動かない人間と何もない人間の差がここにあると息巻く今野。ドールシップにはもう出ない方がいいと言いながら、理恵を解放する鬼島。今野のオートバイにまたがって引き返す理恵。翌朝、三重から西条に、昨夜理恵が外泊したと電話が入る。まさか、箱根あたりじゃないだろうなと怪しむ西条に、上野駅で今野と答える三重。セクト仲間がやっている果樹園で働きながら小説やシナリオを勉強するために今野は山形へ旅立ったのだった。理恵と恵子の4人で食事でもしないかという三重の言葉に支度をする。ドールシップは今年いっぱい持たないかもしれない。ママが手を広げすぎて悪い噂を耳にする。今夜あたり厳しく忠告しないとと考えながらいそいそと出かける西条だった。水中花に関するカテゴリー。ありがとうございます。